フルートはフルート族の楽器の一つで通常のコンサートフルートよりも1オクターブ低い音が出る。あまり一般的な楽器ではないが主にフルートアンサンブルで低音を担当する。バスフルートバスフルートの構造は通常のコンサートフルートと同様だが艦長は倍の約1 3 0センチメートル重さは4倍の 1.2kg にもなる。艦長が長すぎるために 頭部管は通常 U 字型をしている。音域は通常のフルートより1オクターブ低い C3 から C6 までである。寄付は実際の音より1オクターブ高く書かれ、フルートと運指は同じになる。通常のフルートと同様に横に持って吹くが重さが問題になる。座って吹く場合には、 指示棒を取り付けることによって重さの問題を軽減することもできる。縦に持って吹くバスフルートを製造しているメーカーもあるが一般的ではない。なお古い楽譜、例えばグスターブ・ホルスト、惑星に出てくるバスフルートはアルトフルートを意味するので注意が必要である。縦に持つバスフルートフルートのオクターブ低い楽器は古くから存在したが、 珍しい楽器という以上に発展することはなかった。ある程度成功したのは1910年にミラノのアベラルド・アルビシが発明したアルビシフォーンだった。この楽器は縦に持ち B2 から2オクターブ半の音域の音を出すことができた。アルビシはスカラザの第一フルート奏者でもあり、当時のイタリアオペラのいくつかにこの楽器が使われた。リッカルド・ザンドナーイのオペラ、メレニス及び フランチェスカ・ダリミニ、マスカーニのオペラ、パリジナなどでこの楽器が使われている。その後は主にイギリスで発達した。C ンのバスフルートよりさらに低い音の出る、同族楽器も作られているが、いずれもかなり珍しい楽器に属する。バスフルートより完全5度低い、開館バスフルートと呼ばれる楽器があるが、これは C ンのバスフルートと形が大きく異なり、外見は、 コントラバスフルートに近い。ほぼ同じ高さの楽器にアルトフルートより1オクターブ、低い G 間のコントラアルトフルートがある。コントラバスフルートは、バスフルートよりさらに1オクターブ低い楽器で、頭部が4の字型に折り曲げられており、縦置きで演奏される。フルートオーケストラで使われる。さらに低いサブコントラバスフルート、ダブルコントラバスフルート、ハイパーバスフルートなどは、 極めて珍しい楽器である。ありがとうございます。